ダンスパフォーマンス中のマライカ・アローラ・アイテムナンバー、アイテムソングは、インド映画において、物語の間に挿入される、ミュージックシークエンスであり、物語の進行に関連するパターンと関連しない、パターンが存在する。このシークエンスは、ヒンディー語映画、カンナダ語映画、タミル語映画、テルグ語映画、マライアーラム語映画、ベンガル語映画で登場し、キャッチーで陽気な歌、 そして性的で刺激的なダンスを特徴としている。グジャラートアイコニックアワード受賞式でダンスを披露するカトリーナ開封アイテムナンバーは映画ファンへのサービスと映画のプロモーションのために予告編で使用することが主な目的となっている。このシークエンスは映画制作者から好まれ、大抵の場合はヒットの可能性がある曲がストックの中から選ばれ、物語の連続性からは 外れた存在として扱われる。したがって、アイテムナンバーが繰り返し再生されることが、映画の商業的成功を実現する手段として、認識されている。シークエンスに登場する女優、歌手、ダンサーは、アイテムガールと呼ばれており、第2世代の南アジアの女性は、男性と比べて、アイテムナンバーとして取り上げられることが多い。通常、アイテムナンバーには、 主演男優の他に一人以上のアイテムがあるが登場するが、時折すでに映画界での地位が確立している人気俳優、人気女優がアイテムナンバーを務めることがあり、この場合は特別出演という扱いになる。アイテムナンバーの正確な由来は不明だが、ヒンディー語映画でアイテムという単語が女性の性的対象化のために使用されるスラングである。ことから、ここから、 アイテムナンバーの由来を推察する意見がある。古典的な意味では、アイテムナンバーは、際どいイメージと暗示的な歌詞が含まれたコードに、性的な曲を指す単語として用いられた。アイテムナンバーは主に、バーやナイトクラブのダンサーという形で登場することが多く、その曲の長さに応じて、アイテムガールをフィーチャリングする。ヘレン・ビジャン・ティマラ1970年代までは、ボリウッドでは、 より性的なミュージックエンターテインメントを演出するため、魔性の女が数多く登場した。主演女優が歌い踊ることもあるが、より露出度の高い衣装を着て飲酒、喫煙し、性的な暗示のある歌詞を歌う役割は、魔性の女役の女優が担った。魔性の女は悪ではなくみだらな存在として描かれ、ダンスシークエンスは男性映画制作者によって、 性的に表現された。この傾向は、あーん、放浪者、シャビシタンで、魔性の女を演じたククルモレーから始まったと、されている。アイテムナンバーは1930年代にボリューッドで登場し、この年代は、女優のアズーリーがアイテムナンバーで人気を集めた。1940年代に入ると、ククルモレーが人気を集め、 彼女は1949年だけで17本の映画でアイテムナンバーを務めた。女優、古典ダンサーのビジャイアンティマラは1951年のデビュー作バハールでクラシカルダンスを披露した。古典ダンスと現代ダンスをミックスしたアイテムナンバーはビジャイアンティマラが出演したデブダス、アマラポーリー、マドゥマティ、ソットナ、サンガーシュなどによって広まった。 1950年代に入ると、ククウモレーのコーラスガールとして、アングロビルマ人のヘレンが登場した。やがてヘレンは1950年代後半から1970年代にかけて、最も人気のある魔性の女の地位を獲得し、ハウラブリッジのメラノム、チンチンチュ、キャラバンのピアツアブツーエージャ、炎のマブバマブバ、ダンのイエメラディルなど数多くの映画で、 アイテムナンバーを務めた。これらの曲は、Don't Funk With My Heart, ティスリー・マンゼルの、お、oh, う、派生なズラフォンワリー、ええ、a ゃーね、e ゃーんでも使用されている。ガンガ・ジムナ、ジンダギでは、トラ・マンバダ・パーピ、グハンガ・ーウィモーラ・チャーム・チャーム・ボジェのように、ハンコ・テン的なダンスが採用され、インコアの、マングナでは、デシバーのダンサーとして登場し、人気を集めた。ヘレンは、 ダンスのスキルに加え、英国人風のルックスが、魔性の女のイメージを際立たせ、人気を集める要因となった。彼女の圧倒的な人気は、ベーラ・ボース、ラクシミー・チャイヤー、アルナ・イラニなどの競合するアイテムガールを、B 級映画に追いやることになった。1970年代に入ると、ジャイシュリー・ー、アルナ・イラニ、パドマ・カンナーが対等して、ヘレンの独占状態が終わりを迎えた。 この年代の特徴として、クリシュナシャーの泥棒も命がけ、1214カラットに代表される民族的、バンジャラ族的なアイテムナンバーが登場したことが挙げられる。このようなナンバーは、主演俳優と主演女優のカップルが物語上で、愛が芽生える状態を視覚化する効果を生んだ。マドリリークシット・シルパシェッティ1980年代に入ると、 魔性の女とヒロインの役割が統合され、主演女優はより大胆なナンバーを演じるようになった。また、部族的、バンジャラ族的なダンスもスリックなダンスの台頭により、衰退した。1990年代後半に映画の楽曲を題材にしたテレビ番組が急増したことで、映画制作者たちは楽曲を視覚化することが、劇場への集客力向上につながることに気づいた。 これにより、作品のテーマや物語とは関連のない豪華なセット、衣装、特殊効果、エキストラとダンサーを動員した、成功な歌とダンスのシークエンスが、映画の中に常に挿入されるようになった。これが、映画の、リピートバリューに大きく貢献したと言われている。このトレンドのパイオニア的な存在として、マドゥリディ・クシットが挙げられている。 彼女はティザブでブレイクし、公開後に後付けされたイークルーティーンではアイテムナンバーを務め、これによりさらに人気を集めた。彼女と振付師サロージカーンのコンビは、チョリエケピーチェキャハイ、ドックドックなど数々の名曲を生み出した。コルナイックの公開後、人々が繰り返し映画を鑑賞したという報道があったが、その実情は、 マドリディークシットをフィーチャリングしたアイテムナンバー、チョリエケピーチェキャハイが目的だったとされている。1990年代初旬から中旬にかけて、数多くのアイテムナンバーが作られたが、アイテムナンバーという用語が登場したのは1999年に、シュルでシルパシェッティがダンサーを務めた、メ演ンアーイフーンアップベハールルトンからと言われている。 メディアが同局を報じるキーワーに、シルパシェッティを、アイテムがある、このシークエンスを、アイテムナンバーと呼称したことで、この用語が普及したとされている。アビシエークバッチャン2000年代に入り、ボリウッドのトップスターの多くが、アイテムナンバーを務め、また、新人女優の多くが、アイテムナンバーを務めることが、将来的なスター俳優へのステップと認識するようになった。これは、 アイテムナンバーを務めることが将来の成功を保証するものではなかった従来の認識から転換するものだった。この年代では映画以外のポップソングでアイテムナンバーを務めたラーキー・サワントやメグナー・ナイドなどが人気を集め主演女優として映画でも活動するようになった。アイテムガールの存在価値も上がり2007年にアップ・カースラーのマブバ・マブバで アイテムナンバーを務めたマリカ・シェラワットは、同曲の10分間の出演で1500万ルピーの出演料を受け取ったと報じられている。この年代に人気を集めたアイテムガールには、マリカ・シェラワットの他に、ウルミラ・マトンド・カールが挙げられている。ビッパ・シャバスーは、ノーエントリーでアイテムナンバーを務め、人気を集めた。アビシェク・バッチャンは、ダクトでアイテムナンバーを務め、 映画史上初のアイテムボーイとされている。シャールク・カーンは、コルのオープニングで短時間ながらアイテムナンバーを務め、恋するリンネオームシャンティオームのダード・イー・ディスコで本格的なアイテムナンバーを務めている。クラジー4のエンディングでは、リティク・クローシャンがアイテムナンバーを務め、チラーパーティーでは、ラン・ウィール・カプールがアイテムナンバーを務めた。2007年公開のテルグ5映画、 デサムズルで、アルアルジュンと、ランバーが、アイテムナンバーを務めた、アッターントでイッターントでがヒットを記録した。同年公開のボリウッド映画、恋するリンネオームシャンティオームの、デイワンギーデイワンギーでは30人以上のボリウッド、俳優が、ゲスト出演している。2008年公開の、神が結び合わせた二人の、ピアー・ミレンゲイ・チャルテ・チャルテでは、カジョール、ビパシャバスグ、ララだった。 プリーティジンタ、ラーニー・ムカルジーが、アイテムナンバーを務めた。カトリーナ・カイフ・マライカ・アローラ・サニー、レオーネ・ノラ・ラファ・テヒ2010年に、カトリーナ・カイフが、ティス・マー、カーンの、シーラ・キジャワに、マライカ・アローラが、ダバング・ダイタン・フテキの、ムンニ・にベデナム・フィで、アイテムナンバーを務めた。両作のヒットに伴い、ムンニ・に VS シーラーと呼ばれる論争が起き、これにより多くの映画で、 アイテムナンバーが取り入れられるようになった。2012年にシュレア・ゴシャルが歌った、火の道のチクニー・チャメリーでカトリーナ・カイフが再びアイテムナンバーを務め、同曲はヒットを記録した。2013年にはディ・ピカー・パード・コーンが、レース2のパーティー・オン・マイ・マインド、ラブリー、プリアン・カー・チョープラーが、ワダラの構想のボブ・ディーベ・ベデマッシュ、銃弾の共演ラームとリーラの ラムチャヘリーラでアイテムナンバーを務めてヒットを記録した。2013年にサニー・レオーネがワダラの構想のレイラでアイテムガールとしてデビューし、続けてナギに MMS2 のベビードールでもアイテムナンバーを務めた。2014年にはバルンダワンがヒーローは辛いよのパラッとテラヒーローイドハーハイでアイテムナンバーを務めた。2017年に サニー・レオーネがライースのレイラ・メーン・レイラでアイテムナンバーを務めた。同曲は1980年に公開されたカーボニーのレイラ・オー・レイラをリメイクしたものだった。2017年にイギリス系インド人女優のアマンダ・ローザリオンがタンチ風のサーカーでアイテムナンバーを務め人気を集めた。2018年にはモロッコ系カナダ人女優のノラ・ファテヒがディルバーに出演した。 同曲は1999年にスシミタセンがアイテムガールを務めたボリウッド音楽史上最も人気のあるアイテムソングディルバーのリメイクであり、リメイク版では中東音楽の要素が加えられている。ノラ・ファテヒは同曲でベリーダンスを披露しており、かつてのインド映画ではヘレニア・ジーナとアマン・マリカ・シラワとラーニー・ムカルジーが披露していたダンスだった。 ディルバーは南アジアとアラブ世界で人気を集め、全言語版の YouTube での合計再生回数が10億回を超えており、T シリーズの YouTube 公式チャンネルで最も再生された楽曲となっている。アイテムナンバーについては、女性の性的対象化、あるいは宗教的倫理観という観点から批判されることがある。1993年公開のコルナイックでは、 アイテムナンバーのチョリーケ・ピーチ派が過度に性的な歌詞として批判され、歌詞を民族的な伝統に基づいたものと主張する人々との間で論争となった。全国規模で抗議運動が発生し、インド議会では同局の規制の是非がアルビンド・トリベギとシャクティ・サマンタとの間で議論された。しかし、この問題が取り上げられたことで、 アイテムガールのマドゥリリークシットを応援する人々が現れ、主演のサンジャイダットの支持者と合わせて1万人以上の観客がコロナ1区の初日上映に集まった。2013年にはインド政府と中央映画認証委員会がアイテムナンバーをアダルトコンテンツに該当するものと判断し、アイテムナンバーが挿入されている映画のテレビ放送が禁止された。ありがとうございます。